氷艇全員大集合のところがあるので、ここに行ってみようかな。そういや、氷艇の近くの美容室が最近めちゃくちゃ混んでるらしいな。なんでなんだろう。氷艇で髪が異常に伸びるウイルスが蔓延してんのかな。そうなのか。なんかあったのか。そういうことじゃない。ほら、もうすぐ運動会の時期だからですよ。運動会だとなおさら切っておきたいもんね。いや、みんな異常に髪が伸びちゃうから。運動会？運動会と美容室のどこに関係があるんだよ。あれでしょ、髪を切ったら勝負運が上がるってやつ。そんなことある？と思ったけど、左のやつまさにそれだったわ。それも氷艇五大ジンクスの一つか。そうなの？それは違うっしょ。ああ、確かそうやで。そうだったんかい。そうだったんかい。じゃあ何、獅子の発祥のジンクスじゃんそれ。そんなジンクスもあるのか。なあ、面白いじゃねえの。どこから出てきたジンクスだ。すぐピンと来いよ。もしかして俺か。そうかもしれませんね、獅子さん。次郎さんに跡部さんのジンクスも有名だったじゃないですか。そうそう。てか他に髪切って勝ったやついねえだろ。それ考えたらまたテニス部が由来かもしれないですよね。氷艇はテニス部を中心に回りすぎている。獅子戸が髪切ったのは話題になったしな。ああ、元は獅子戸かもしれねえな。やっぱそうか。たく、勝手に人をジンクスにしやがって。ジンクスになるなんてさすが獅子戸さんです。何でも褒めれるなこいつ。さすがじゃねえよ、ジンクスにされたって嬉しかねえぜ。ちょっと嬉しそうじゃない。そうですか、なんかちょっと嬉しそうですけど。そうだよね。うし、嬉しそうですってほらカバジも言ってるよ。嬉しそうです、略してうすだから。そうやな、なんか喜んでるみたいに見えるで。うんうん、ちょっと口元緩んでるよな。でしょ、絶対喜んでますよね。日吉の顔ムカつくな。勝手に決めんな、喜んでなんかねって。あ、喜んでる喜んでるいや一瞬喜んでたから。髪切ってジンクスになるなんてちょいダサだろ。そうやな、ちょいダサやな。あ、いじってるいじってる。うし人に言われるとムカつくな。自分で言うのはいいけどね。ま、違うってことにしといてやるよ。なんでこいつが大人感出してくんだよ。そりゃちげえだろ。そうだな、そうしてやる。もういいって、これじゃ激ダサだぜ。あー、これで終わんのかな。じゃあ赤谷の2話行くか。え、マジっすか、みんな二人兄弟なんすか。あ、そうなの。そのさっき出てたやつ、この辺にいる人みんなそうってこと。そうだよ、戦国もそうなんだ。すごい偶然やね。でもなんとなくユウシ君にお姉さんがいるのはわかるかも。まあそれはわかるな、俺もそんな気はするよな。うん、小春ちゃんもそうなの。それを言うなら平子ばやろ。どことなく弟って雰囲気がするわ。ああ、それもなんかわかるわ。それどういう意味か。あんま深くは考えなくていいよ。ちょっと意外だったのは徳川さんですね。なんかお兄さんか一人っ子って感じするし。するする、マジで徳川さんそうなんだ。ああ、なぜかそう言われることが多い。性格そっくりのお姉ちゃんなんだろうな。それを見て育ったんだろう。戦国くんってば分かってないわ。こういう一見真面目そうな人のがぽやっとした弟っぽさがあるじゃない。そうかな、そうなのか。え、俺は思わんかったぞ。え、そうなの。え、女子目線だとそうってこと、もしかして。ぽやっとしているか。なんでちょっと悲しそうなんだよ。まともに響いてんじゃねえぞ。ノーコメントです。小春ちゃんもなんか徳川さんに慣れてきてるみたいな感じなのかな。普通に会話してるもんな。姉ちゃんなんていてもうるさいだけよ。やれこうしろ
あれしろ。そうだ、赤谷もそうだな。赤谷も姉ちゃんいるもんな。怖い姉ちゃんが。わかるっす。脱いだ服ほっとくなとか、部屋掃除しろとか。じゃあ正論じゃねえかよ。いや、それはやっとらんお前が悪いやろ。そうだそうだ。俺は姉ちゃんがいてくれてよかったって思うよ。流行り物とか教えてくれるし。それでこんなになったのか。せやな。うちもそこまで口うるさいタイプでもないし。まあ勇士がその感じだからね。ああ。でも妹がおってもよかったな。絶対可愛がってるのに。怖いな、なんか怖い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 。勇士のその感じで言うと怖いって。ちょっと危ない匂いするからやめて。わかるわ。私も姉と妹に挟まれて美人さん姉妹が良かったわ。自分を美にカテゴライズするそのメンタルいいと思います。チュラカーギーチュラカーギーって言うんだ、あ、チュラはチュラ海のチュラと重なってるんだ。重なってるっていうか、そこ共通なんだね。でカーギーが人なんだ。カーギー、え、待って、ウミンチュとか言うじゃん。だからその理屈で言うとチュランチュじゃダメなん。美しい人チュランチュじゃダメなんだ。うーん、チュラカーギーって言うんだ。ここテストに出るね。三姉妹そうだ、そこ忘れてたわ。突っ込んだらあかんで、二人とも。あ、徳川さんの方は俺も完全に感覚がバグってたね。忘れてたわ。俺は兄ちゃんが欲しかったっす。一緒にゲームで遊んでくれる感じの。ああ、なるほどね。あ、で赤やいつも負けちゃうんだろうな。それでそういえばこの前桐原くんと丸井くんが一緒にゲームやってるとこを見たよ。ああ、もう義理のお兄さんじゃん。丸井先輩もゲーム好きだし、よく格ゲーで対戦してるんすよ。ね、そうだよね。あれ見たくなってきた。なんだっけ、立海列伝だっけ、赤谷が入部したての頃のやつ。そう考えると俺、丸井先輩みたいな兄ちゃんが欲しいかも。じゃあよかったじゃねえか、丸井先輩いて。あらん、かわいい。じゃあ私がお姉ちゃんになったるね。邪魔すんな。それはいいっす。でも考えてみればチームメイトや合宿メンバーがもう兄弟みたいなもんかもね。うん、ちょっといいこと言うね。確かに。もはや本当の兄弟よりも一緒に過ごす時間が長いだろうしな。そうだね、君たちもここに何年いるの。10年ぐらいいない。ワンも家にいるより栄四郎たちと一緒にいる方が長い気がするや。ああ、栄四郎たちとイカダに乗ってね、漕いで漕いで本州までたどり着いたりね。言われてみれば確かに。うん、そっか。じゃあ俺、男兄弟がいる良さはもう実感できてる気がします。そうだそうだ。まあ、弟がいる感じは多分まだなんだろうな。まあでも立海の1年ってあのデアンスしかいねえから、赤谷と馬が合うかどうかすげえ心配だけどな。赤谷絶対あのデアンスの面倒見るの下手だろう。そうだね。めんどいこともあるけど楽しいことも多いな。同意見。ああと、そろそろ次の練習が始まる時間だな。兄弟一緒に早速向かうとしましょう。姉弟っていうカテゴリーだけでこんな人数いるんだな。なんで財前一択なん。なんで財前一択なの。俺ルートの取り方下手なのかな。絶対に財前行かなきゃいけなくなっちゃったんだけど、これおかしいでしょ。しかし財前が音楽好きだったとはな。この間は話が盛り上がって楽しかったぜ。財前の音楽好き知らんかったんか。こいつ自分で作曲すんだぞ。それを大切な人へプレゼントしようとするんだぞ。俺もいろいろ聞かせてもらえてよかったわ。そういやお前は自分で演奏したりとかはしねえの。作曲するんですよ。ギターは弾けるで。木下藤吉郎祭りでバンド組んで演奏したこともある。何、木下藤吉郎祭りって。木下藤吉郎祭ねえ、祭っていうの。ああ、四天王寺の文化祭や。なんやよう知らんけど、そないな名前やね。ああ、文化祭の名前か。てかそれさ、文化祭って言ってあげた方がいいよ。うん、
変わった名前だな。四天王寺の外の人と喋ってんだから。じゃなくてお前ギター弾けるのかよ。ああそうだったギター弾けるっていうのを触れんの忘れてた。そうなんだ。ん、まあな。すんごいドヤだったらよ、せっかくだから楽器を弾けるメンバーに声かけて何か演奏してくれよ。お、え、ややわ、めんどくさいなんでだよ、楽しそうじゃん。なあ頼む。神尾はなんか演奏できないのかな。まあ声かけるの手伝ってくれるんやったらええか。ああそんなにそれだけがめんどくさいんだ。もちろん手伝う手伝う。早速勧誘しに行こうぜ。楽しそうだね神尾。あちょ引っ張んなて。この財前が振り回される感じちょっといいな。なんかいいな。とりあえず誰からにする見当つけてから行けよ。せやな、ユージ先輩はロック好きやけど楽器弾けるかわからんし。ユージが弾けるぞ。ピアノかバイオリンか忘れたけど弾けるよ。つかそもそもあの人がバンド入ったらお笑いバンド決定やわ。却下やな。何お笑いバンドって。あははあ、シシドさんはどうや。え、シシドさん楽器弾けんの。ああ確かにロック好きそうだったし楽器も弾けるかもな。行ってみよう。楽器弾けんの、なんかちょっと不器用そうじゃん。シシドさんいてはりますか。今はいないよ。どうしたのなんかちょっと怖くない。なんかちょっと怖いんだけど俺だけかなそう思ったの。実はこのおとりの感じちょっと怖くないか。シシドさんに近づくんじゃないみたいな。なるほど、俺でよかったらピアノなら弾けるよ。ああそうだ、バンドってことだしキーボードになるのかな。大鳥もそうだね、ピアノ弾けるね。おお、ほんまか。キーボード追ってくれたら音楽の幅も広がるしありがたいわ。じゃあ今のところ財前と大鳥かならよかった。あと誰。楽しみにしてるぜ大鳥。あとは誰だ。ああそういや健也さんはドラムが特技やったな、忘れとった。まず最初に思い出せよそれ。ケンヤさんドラム得意なんだ。よっしゃ、じゃあ今すぐ勧誘しに行こうぜ。すさまじいスピード感は感じるけどリズム感はないと思ってたわ。早い方がええやろっつって何でもバババーっと済ませちゃいそうじゃん。なんかというわけで。おお、ええでやったるわ。おお、いい人だ。即答ですか。おお、なにわのスピードスターは即断即決っちゅうわけ。断る理由もあらへんしな。素晴らしい、時間を有意義に使う素晴らしい人だ。ありがとうございます。あと他にも楽器演奏できる人知りませんか。ああそれどんどん聞いてくのいいね。せやな。あ確か鬼さんも楽器弾けるってどっかで聞いたわ。ギターやったかな。鬼さん鬼さん声かけずれー。まあ、高校生の中ではマシっちゃマシかもしれんけど。おお、ギターいいっすね。でもギターって財前と被ってないか。ほな健也さん、鬼さんの勧誘お願いしますわ。頼んでんじゃねえぞ。なんで俺やねん、別にええけど。いいんかい。頼んます。いいんかい。珍しい、財前からの頼みや。任しとき。おお、確かになんか珍しい。これは楽しみになってきたぜ。俺、大鳥、剣屋さん、鬼さんか。なんや不思議なメンバーが揃ったな。不思議すぎるな。あここでね、財前の3話に行けないんだよね。残念。戦国の1話でも何部屋のメンバーなの、やば。いやここも気になるけどね、こっち行っちゃおうかな。いやーでもむずいな、この戦国と雪村の2択むずいな。こっち行っちゃえ。